うわ、いた、吸い食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 いた、いたいたいた、吸い食いた。さてと、今日は散々やるやると言っていたポケモンスナップに眠る伝説ポケモンを巡りに行きたいと思います。もうなんか全部回収する。で、ぶっちゃけた話をすると、まあ、ある程度まあ参考文献みたいなのを見た上でちょっと伝説ポケモンの場所を割り出したので、まあそこはご愛嬌ってことで。うわ、なんかちょっと待って、こんなシーンあったっけ。景色変わってんな。あとなんかあんなビビオンいた。オーシャンの模様で、俺がなぜこの会場にいるか、理由は一つ。どうやらこの地区にマナフィーが出るらしい、伝説ポケモンので、なんかラプラスの近くにいるらしいのね。なので今からこの分岐、あ、違う、これね、多分シャワーズなんですよ。これここで曲流すとシャワーズが出るんよ。ほらね、取れんかったかあ、まずい、こっち分岐行くじゃん。で、いや、なんかあるのよ、 あるの。ちょっと黙っとけお前は。まずイルミナボールをこうちっちゃい子にぶち投げるっしょ。そしたらなんかこのテキスト文が複製になってるらしくて、ここでね歌うんすよ、ラプラスたちが。で、こう一緒にメロディを流してあげると、あ、出た出た、マナフィー、いたいたいた、ほら出た出た、マナフィー出た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 よ、マナフィー。ほらお前逃げんな、こら、お、逃げんな、こら、おい逃げんな、こら、お前、フィオノの卵め、フィオノの卵、お前こいつの卵を産ませて転売すんな、全部お前ロケット弾とかに。で、俺はボロボケするんや、おいお前逃げんなあー、出たね、本当にいるんだ、すごい。ということで、マナフィーはこうやったら取れると。新発見だ。お、取ったマナフィーの点数をちょっとつけてもらいましょうか。あ、でも高いんだ意外と。まあ、これいい写真だもんな。この写真普通に良くない？ベストショットやと思うわ。しかもレベル3やし。よし、この調子でちょっと他の調査ポイントも行ってみたいと思います。さあ、続きまして、私は樹海に来ております。お、いきなりダーテングと、お、なんだなんだ、天狗の村みたいになってんじゃん。オーロとめる。で、どうやらここにはあの有名なセレビーが出現するらしい。まあ、あくまでらしいなので、もしかしたらセレビー、え、な、これ、な、何、何これ何これ、何これ、何これってくだり、もしかしたら3月前にやってたちょっとなんかもうほとんど記憶がないからさ、全部新鮮に感じれるわ。あ、ジャローだ、これおらんくなかった、こいつ、この森、え、どこ、なんか秋だよねってこと。ジャローだなんかおらんかったよな。あ、何か隠れてるかもしれない。だってお前隠れんな、これ隠れんな、逃げも隠れもすんな俺の前では。何何何、なんかおんの、何がおんのやろ。なんかやっぱアップデートされてから若干既存のステージもこれ変わって、あ、いるいる、なんか震えてる。あ、なんか今出てこなかった。あ、違う、カジッチュだ、カジッチュ、よく見たらカジッチュがいる、カジッチュ、ほら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 、カジッチュなんか今までおらんかったやんな。すげえ、セレビ取りに来ただけやのに、なんかいろんな新発見。ほら、ジャローだがおるよ、ジャロージャロー、ほら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 、すんごい、いろいろ変化してるやん。そのセレビーとやらは一体いつ出るんやろ。セレビー取りたいん、セレビーを。セレビー来てる。あ、うわ、出た、うわ、今取れた、取れた、セレビー、おる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 、森の神と言われたセレビーが飛んでる。よし、捕まえるぞ、おい虫網やったか、虫網、セレビー捕まんぞ、おい、あれうんぞんで。あ、おらんくなってもうた、クソ、もう逃げられた。いかん、この俺の邪悪な心読まれてるセレビーに。くっそ、でも、あ、なんかジーロ浮いてるやん。こんなん前回おったっけ。すごい、セレビーもおったな。そろそろ結構デンスポケモンおんのや、ポケモンスナップ。まだ、あ、隠れんがいるやん。うわ、もうおらんかな、セレビー。いや、でも出会えてよかった。ね。テレビといえばなんかあの映画のさ、あれ思い出すわ、あのなんかバンギラスがなんかめちゃくちゃでかくなって、
で、スイ君とか出てきて、そのセレビがしなしだなって、で、なんかスイ君かなんかの湖にチャポンってつけたら復活するみたいな。あの映画思い出すわ。おー、セレビのこの写真結構良くない？はっきり写ってるやん、セレビが。お、4391点、高い。ええやん。お、ママンボウとかいる。ママンボウなんかおらんかったやんな。おらんかったやんなっていうか、そもそもママンボウってポケモンの存在を忘れてた人多いんじゃないですか。俺もちょっと忘れてたわ。あいつ BW かなんかで出たポケモンやったっけ。いや、あれダイパやったっけ、ママンボウって。なんかやたら HP が高いんですよ、確か。 HP が高い以外特に取り柄がないというかで、未進化ポケモンやしで。あ、ちょっと待って、あ、なんだこれ。あ、なになに、なんかある。え、変な分岐に来てもうた。あ、待てよ、待て、これ多分違う分岐に行ってるような。あのね、まあ今から取りに行くのはルギアやねんけど、ルギアはどうやら、まあ、この海中の中の、あ、ここまず行くやんか、ブロスターが開けてくれたとこで。どうやらこっからさらに複雑な手順を踏んでいくと会えるらしい。ちょっとなんか難しいかもしれない。何回か失敗するかも。で、この海中の中に、あ、チョンジーがいる。こいつじゃ、なんかランタンがいるらしいのね。で、そのランタンにイルミナボールをぶん投げると。ランタンどこや。あ、ちょっと待って、スターミーおるやん。スターミーがなんか超音波みたいなの食らっとる。あれか、違うな。ちょ、コイキング、お前自分を満タンやと勘違いしてる。なんか精神異常者のコイキングおる。お前はちゃんとコイキングやぞ。あ、サメ肌いるやん。のサメってさ、あれやろ、常に動いてなんか死ぬんやろ。あのサメ肌死んでるんちゃう。ほら止まってるやん。サメって寝てる間もずっとなんか動き続けてんのやろ。大丈夫かな、静止してもうて。あ、ランタンいた。これかな。あ、サメ肌がなんか食おうとしてる。あかん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 。あ、プロリルもおる。あれ、お、な、なに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 、なにこれ、なにこれ。うわ、あ、でっかいホエル王が、ホエル王が上がってった。あ、ちょっと待って、あのランタンにイルミナボール当てるみたいな書いてあった気がする。あ、あ、なんか、え、ちょっと、なんか俺に語りかけてんねんけど。あ、ついてくんか。あ、で、これか、分岐。これや、多分。ランタンを照らす先に虹が続いている。おお。これ、未開の地やな、多分な。こんなルートあったんや。いや、何かおるやろ、絶対。インカス、あ、すごい、チョンチーたちが。あ、こういうところに暮らしてんねや。おお、あ、すごい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 。マジか。うわ、すごない。わ、ランタン寝てる。え、めちゃくちゃ可愛いやん。寝てはるやん。あ、この辺がランタンの住みかなんや。あー、ルギアおった。ちょっと待って。あれ。いいね。起きろ、起きろ、起きろ、起きろ。ルギア起きろ、ルギア起きろ。ルギア起きろ、ルギア。あいつどうやって起きんねん。あいつら、どうやって起きんねん、あいつ。光れ。光った。おい、ルギア。寝てるやん。これでもなんか完璧に起きてるルギア取れるんじゃん。うわ、でもこれでも5000点か。ちょっともう一回だけルギアチャレンジするわ。うわ、ルギアおったおったおった。あ、わ、すごい。正面から見えるわ。あ、あれか。あれ、多分あれも、
当てるんじゃ、イルミナボール。あのね、偏差打ちむずすぎ、マジで。あ、光った光った光った。あ、起きた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 。うわ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 、そうそうそう、うわすごっ。うわー、ルギアや。やっぱこいつさ、海の中が似合うよな、一番な。なんか空飛んでるイメージあるけど、もともとだって金銀とかでも海の中から出てくるポケモンやったもんな。へ、海の神様と言われるポケモンの住みか。うわー、すごかったね今の。よし、帰ろう。おっ、ああ、なんか帰ろうとしたらもう一回出てきたルギア。うわうわうわ、すごい、でっかね。ああやって海の秩序を守ってんのやろうな、海の神として。で、その側近がランタンってことや。いやー、いい写真だった。ナイスタイミング。うわー、ルギアの写真5200点。さあ、今回撮っていくのはですね、スイ君ですね。あ、ちょっと待って、いきなりデリバードいる。あ、ここにグライナーとかおるのは、まあ、前回行った時と変わりないらしい。で、なんか昼にこの辺におるサンドパンを撮影したことによって、一個別のルートが切り開いたんですよ。分岐が。で、今からまずそこに行くわ。すごい、うわ。夜のこのなんかいいな、雪国によるシベリアハウスキーみたいな、シベリアンスキーみたいなさ。あ、ここ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 、ここの分岐にまず進みますよ。で、ここすんごいなんか吹雪やねんけど、あ、違うわ。あ、ちょっと待って、ケケンカニいるやん。ケケンカニがいる、ケケンカニが。取っとこう、こいつ。こいつウルトラサンムーンやったっけ。なんかあれ、マハパンチも氷のすべてもの覚えへんから全然使われないみたいな。攻撃力高いのに。ねえ。こいつ剣盾に出てけへんかな。ほう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 。で、なんか、これを見てるとね、この雪の王が怒り出すみたいな。え？ごめん、ちょっとやり直したわ。なんか、何かしら怒るらしいんですよね。何かしらが。このギミックによって。雪の王が、なんか怒った。おー、氷ポケモンタイプのこの、意地のぶつかり合いや。ただ多分、ケケンカには格闘タイプ持ってるから、雪の王じゃ勝てないと思う。あ、でも、あれか、雪の王も、あ、じゃあ、ケケンカにって氷格闘やったっけ。まあでも、どっちもどっちやな。いい勝負しそう。素早さは確か雪の王の方が早かったはず。で、まあ、こっからさらに、先に進んでいくらしいんですよね。さらに進んでいく。まあ、危険かねとか、まあ、写真いっぱい撮っとこう。そんで、わあ、でも綺麗やな。あれ、上にモスノーいるやん。なんか、普通のガーみたいに止まってた。モスノーが。まあ、ガーやねんけど、あいつ。で、あ、雪目の子いる。あ、雪ハミいる。え、雪ハミってこんななんか、糸垂らしながら出てくんの？へぇー。え、すごい、いい絵面だ、これ。いい絵面でいっぱい撮っとこう。あ、何これマニューラおる、マニューラ。あ、この雪目の子か。こいつや、多分。この吹雪に誘われてできた雪の目の子を、取れっちゅうことなんか。あ、ちょっと待って、なんか、右に行ったな、あいつな。あ、これが分岐なんかな？雪の向こう側に空間があるようだ。空間があるらしい。じゃあ行くぞ。うわぁ、これだ！うわ！あ、なにこれ？氷河のビビオン。おお！氷と洞窟。こんな空間があったんや。めちゃくちゃ綺麗。なにこれ？ちょっとサブイボだった。綺麗すぎて。ルージュの寝顔なんかめったに見れんで。起こすか。あ、起きた。あ、私、居眠りしてたかしら。うっかり。あ、怒ってる。すまんな。睡眠の邪魔をしてしまって。で、なんかさらにね、バイマニアいるやん。バイマニア悪そう。悪だくみしてるやつ。あ、なに。結局何かわからんかった。あ、すごい。あ、
あ、これが古代遺跡のなんかあれか。まあ、多分なんかストーリーのやつ、回収かな。おー、すげえ。あ、で、ちょっと待って。このルージュはおるやんか。このルージュらに何かしらをすると、どうのこうのみたいな。って、言ってました、偉い人が。こういうのあるんや。どこ行くんやろ、あいつ。あ？すごい綺麗。オーロラだ、オーロラ。アマルルカがいる。うわ、こっちめちゃくちゃ綺麗やん。うわ、いた！吸い食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 いた！いたいたいた！吸い食いた！走り去ってった。すげえ。おい、ポケモンスナップこれ神ゲーかもしれんな。あ？ツンベアとかも寝てるわ。これなんかオーロラとか見えるやん。これ、普通に写真撮るわ、これ。普通に。普通の写真撮っていい？アマルルが。うわぁ。で、こっちにもゴールが。あ！スイ君またおる。めったに姿見せへんからね、人前にね。こういうポケモンって。うわぁ。ちょっと鳥肌だったわ。なんか俺もいつかこういうところ行きたいなぁ。あ、なんてかな、なんか、あれ、南極行くアニメあったやん。セカオアみたいな。セカマモみたいなさ。あれみたいに。100万ぐらい貯めて。さあ、今回撮ったスイ君の写真はこちらですね。これ良くない？スイ君っぽくないこれ。いいね。やん、ほら。おー、4200点。次はジラーチ見に行きます。ジラーチはなんかもうほんまにすぐ出るらしいねんか。やから、まあ、すぐ取っちゃおうかなと。でも、ほんまにすぐいた。お前邪魔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 。ほんまにすぐいたわ、ジラーチ。私らがみたいに飛んでるわ、めちゃくちゃ可愛いやん。でもジラーチってあれは千年に一度しか目覚めなくて、しかもセミみたいに7日間起きたらもうなんかあれやろ、眠ってまうんやろ。あ、ヘルガヘルガヘルガ。いやもうヘルガが一番可愛いわ。結局ね。あれ？ジラーチも終わり？ジラーチも帰ってもうた、あいつ。神出鬼没やな。いや、愛も変わらず綺麗やな、この遺跡な。なんかポケモンスナップで一番好きなステージかも。世界観が。綺麗。おい、ちょっと待って、ジラーチいるぞ。おる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 、寝てる寝てる寝てる。多分なんか当てれば。あれ？ダメか。あ、起きた、起きた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 。あ、起きへん。あ、これか？飛んだ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 ぞ。うわうわ飛んでる。うわー、ちょっと待って、お前早すぎてカメラに収まらんわ。うわー飛んでる。さよなら。いやー、ジラーチめちゃくちゃ可愛いな。特製天の恵みね。あれ？どっか行っちゃったかな？まあ、彼にまた会える日は、おそらく1000年後でしょう。そして1000年後には、もう今この動画を見ている人も、すべての人類も、みんな死んでます。いやー、会えてよかった、ジラジに。新発見だ！ベストタイミング！さあ、続きまして、洞窟に来ました。まあ、ここにいるポケモンは、ヒントはこのメレシーです。それ以上は語りません。まあ、ですがね、非常にまた珍しい伝説ポケモンが、お目にかかれると俺は聞いてます。行ってみましょう。洞窟もさ、何や、なんかブラックホールみたいなできてるやん。ブラックホールみたいなできてる、ブラックホールみたいな。何がトリガーになるかが、いまいちわかんないから、まあまあまあ、ゆっくり進んでいこうか。ゆっくり進んでいきましょう。多分どっからルートが分岐するはずやねんな。お、何あれ？え、うわ、サザンドラだ！サザンドラ！サザンドラいる！すげえ、サザンドラ出るんや。ウォーグル、サザンドラ、ゲンガー、ピッピってお前。中ポケの宝庫やんけ。うお。
黒ガットもおる。なんかあれ、悪タイプ、っぽいな。出てくるポケモン、俺好み。あ、これゲンガーやったんや。なるほど、ゲンガーがなんかああいうポータルみたいなのを作ってたと。へぇ、そんな能力あんのか、あいつ。意外な一枚見れるよな、ポケモンの。あ、もう、普通に月とか取ろ。綺麗やし。あ、このモーグルもかっこいい。いや、ええな。あ、なに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 。ん、なんだ、分岐か。あ、オンバットの入った穴の奥に大きな空間があるようだ。こっち行ってみようか、じゃあ。こっちなんかな。ん？石粒で？なになになに？あ、これか。鍾乳洞は、なんでのこれ。鍾乳石は、今にも落ちてきそう。クロバットが寝てる。クロバット寝てるやん。うわぁ、綺麗。なんか特定のやつにイルミナボールぶん投げるみたいな話やったけど、どれなんやろ。こいつやとかかな。おい、おい、おい、めれしい口と、かわいいな。かわいらしいな。あ、ディアンシーできた。あ、こいつか。出てきよった、ディアンシー。出た、ディアンシー。なんか、まあ、XY のね、伝説ポケモン。あ、光って光って光って。そのメレシーから別に進化するわけでもないし、メレシーから、なんかディアンシーからメレシーの卵生まれてるわけでもないけど、何かしら関係があると言われてるポケモンですね。あ、クチートまた可愛い。ポケモンの映画にもなんかこういうシーンあるよな。ディアンシーが出てくるところにメレシーおんねんな。まあでも確かにディアンシーいそうみたいなの前回の実況で言ったよな。合ってたわ。オンバットもおるしな。バケッチャもおるし。あ、バケッチャ普通のサイズ。新発見だ。ナイスタイミング。うわ、ディアンシー高っ。5300点。いい写真がたくさん撮れました、今回も。さあ、今回は砂漠に来ております。あの、みんな大好き、ゼラオラが出るらしい。この砂漠に。ここはあのアプレで追加された新マップやから、要はゼラオラも新しく出たポケモンらしいんですよね。なので取っていきたいんですが、ゼラオラはなんかもうすぐおるみたいな感じで聞いたけど、あれか、ゼラオラ。あ、ちゃうわ、サンだよ。ゼラオラいるか。ゼラオラおる。あ、なんかコイキングとかこんなのおらんかったのに、おる。おお、ゼラオラどこや。割となんか入ってすぐのとこにおるみたいな。あ、いた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 。お、おるやん、おるやん、おるやん、ゼラオラ。おい、おい、ゼラオラ、お前起きろ、アホ。あ、くそ、あ、くそ、くそ。おったおったおった。あれや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 。どうやったら起こせんのやつ。どうやったら起こせんねん。起きろ、起きろ。もうふわりんごの軌道マジ当てにくい、これ。もうサボテン邪魔やね、お前。起きろ、ゼラオラ起きろ。もうちょっと、もうちょっと、この角度から撃たなあかんて。相当やん、シューティングゲームやん、これ。あかんあかんあかん。あ、あなた、あ、起きた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 。お、起きた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 。走ってった。ゼラオラってなんか映画によるとさ、人間のこと嫌いらしいからさ、逃げてったやろな、俺見て。あ、逃げやんっつって。おい、めっちゃ逃げやん、お前どこまで行くねん。ゼラオラ、お前どこまで行く。なんかラージャーみたいになんかアスカ文明アタックして消えてったわ。あれ？あ、いた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 。おお、なんかでも風格あるな。おい、バンキラ、お前寝てる場合ちゃうぞ。ゼラオラが、ゼラオラが。うわー、すごい。風格があるな。なんかもっと、イルミナボールとか投げれんのかな。フワリンゴは？フワリンゴ、これもう当たらんで。これ、あの位置つも、あの、大谷翔平じゃなきゃ投げられへんわ。届かんわ、あれ。ほら、もう、肩弱すぎて。届かへん。
あうわ、なんかバンギラスが、バンギラスがイワパレスをいじめてる。やばいやばいやばい、いじめやこれ。格差や種族中の暴力やこれ。なんかさ、バンギラスにもこうやってフワリング当てるとゼラオラとなんか戦うみたいな。おおお、なんかバンギが、あああああ、ゼラオラ来た、ゼラオラ来た、来た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 、すごい、なんか砂塵が起こってるわ、砂嵐が。わっ、うわうわ、あれ なんか変な方向に飛ばされてんだけどちょっと、あっすげえ、うわうわ、戦ってんのかこれ。うわー、かっけんなこのセラオラ、すげえ間近で取れるやん。あっ、でバンギとゼラオラが、うわうわうわ、帯電してる、すげえ。おお、戦ってる。うわあ、今なんか見た、切り裂いたよな。ちょ、バンギもなんかやり返せお前。普通に考えたらこれバンギ勝ちや。あ、お、終わっちゃった。あ、ほら。最後は俺んとこ来んのかと思ったよ。びっくりした。お、すごい、グライオンとかいるやん、ここ。寝てる寝てる。おぉ。よかった、グライオン忘れられてなかったんやな、ゲイフリに。ちゃんと、ケンタデにおらんから、つって。出てきたわ。こいつなんか対戦でも強いねんな、ポイズンヒールとかさ。あとは物理耐久高いのだと、飛行地面っていうタイプが優秀よな。電気タイプ向こうの、ね、地面ポケモンなんて、地面ポケモン、飛行ポケモンか。なかなかおらんからな。格闘受けとして。え？え？なに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 ？なんか落ちてきた。あ、メテノじゃないこれ。メテノの隕石やな、多分な。ペンドラこんなとこにおる。あれメテノですよね、多分。ねえ、落ちてきてんのやろな。あー、すげえ。ディグダおるわ。ディグダ。わー、ディグダに合ってる。ってことはダグトリオ出てくるんじゃ、ダグトリオ。ダグトリオ出てこい。ダグトリオ出てくるやろ。こう一匹一匹、こう、モグラたたきみたいにこう、消していけば、怒って出てくるんじゃ。おるわ、ほら。あっはっは。新発見だ。いいね。で、最後は、頑張ってね、鳳凰を取りに行きます。で、この火山に出るらしいね。で、今原のやつだと違って、もう完全ランダムらしいから、もうほんま出るかどうかは運次第。だから鳳凰が出るまで火山でリトライし続けるわ。なんか上の方に出るらしいから、まあ、あ、もうなんかもうね、猿とか、鳥とかはもう全部無視して、もう猿だの、鳥だの、キジだの、桃太郎か、ここは。あ、ちょちょちょ、おるやん、おるやん、鳳凰おるやん、ほほほほほ。一発で出たわすげえ。うわ、この方法なんかめちゃくちゃ映えるな。インスタにあげようかな、これ。うわ、飛んでた、飛んでた。飛んでました、方法。いやー、これなかなかいい写真やわ。ほら。なんかしかもアニメ第1話っぽくない？空飛ぶ謎のポケモン。ね、方法ってもう金銀とか出る前にアニメの第1話出てるんですよ、実はね。うわぁ、ちゅう感じで。まあ、なんかいろいろ撮ってったけど、これもしかしたらさ、なんかもっとやっぱいい写真、他のアングルとか、他のポジションとかで出てくる、で、そのもっとレベル高い写真で収めることもできるかもしれないから、まあ、その辺はちょっとみんなもおのおのね、ポケモンスナッププレイして、撮ってみてください、僕よりいい写真を。うわぁ、この方の写真ベストショットやろ、今日の、ほら。点はちょっとあんま高くなかったけど、4082点で。いや、いろいろ撮れたわ。伝説ポケモンなんか思ったよりおって楽しかったです。またなんか多分アップで入ると思うので、その都度やりたいなと思いました。はい。ありがとうございます。